志賀直哉作城崎にて。山手線の電車に跳ね飛ばされて怪我をした。その後養生に一人で田島の城崎温泉へ出かけた。背中の傷が脊椎カリエスになれば致命傷になりかねないが、そんなことはあるまいと医者に言われた。2,3 年で出なければあとは心配はいらない。とにかく用心は肝心だからと言われてそれできた。3週間以上我慢できたら5週間くらい痛いものだと考えてきた。頭はまだなんだかはっきりしない。物忘れが激しくなった。しかし気分は近年になく静まって落ち着いたいい気持ちがしていた。稲の取り入れの始まる頃で気候も良かったのだ。一人きりで誰も話し相手はない。読むか書くかぼんやりと部屋の前の椅子に腰掛けて山田の往来だのを見ているか、それでなければ散歩で暮らしていた。散歩するところは町から小さい流れについて少しずつ上りになった道にいいところがあった。山の裾を回っているあたりの小さな淵になったところにヤマメがたくさん集まっている。そしてなおよく見ると足に毛の生えた大きなカワガニが石のようにじっとしているのを見つけることがある。夕方の食事前にはよくこの道を歩いてきた。冷え冷えとした夕方、寂しい秋の山境を小さい清い流れについて行くとき考えることはやはり沈んだことが多かった。寂しい考えだった。しかしそれには静かないい気持ちがある。自分はよく怪我のことを考えた。一つ間違えば今頃は青山の土の下に仰向けになって寝ているところだったなど思う。青い冷たい硬い顔をして顔の傷も背中の傷もそのままで、祖父や母の死骸が脇にある。それももうお互いに何の交渉もなく、こんなことが思い浮かぶ。それは寂しいがそれほどに自分を恐怖させない考えだった。いつかはそうなる。それがいつか。今まではそんなことを思ってそのいつかを知らず知らず遠い先のことにしていた。しかし今はそれが本当にいつか知れないような気がしてきた。自分は死ぬはずだったのを助かった。何かが自分を殺さなかった。自分にはしなければならぬ仕事があるのだ。中学で習ったロード・クライブという本に、クライブがそう思うことによって激励されることが書いてあった。実は自分もそういうふうに危うかった出来事を感じたかった。そんな気もした。しかし妙に自分の心は静まってしまった。自分の心には何かしら死に対する親しみが起こっていた。自分の部屋は2階で、隣のない割に静かな座敷だった。読み書きに疲れるとよく縁の椅子に出た。脇が玄関の屋根で、それが家へ接続するところがハメになっている。そのハメの中に蜂の巣があるらしい。トラフの大きな太った蜂が天気さえ良ければ朝から暮れ近くまで毎日忙しそうに働いていた。蜂はハメの淡いからすり抜けて出るとひとまず玄関の屋根に降りた。そこで羽や触覚を前足や後足で丁寧に整えると少し歩き回るやつもあるが、
すぐ細長い羽を両方へしっかりと張ってブーンと飛び立つ。飛び立つと急に速くなって飛んでいく。植え込みのやつでの花がちょうど咲きかけで、蜂はそれに群がっていた。自分は退屈するとよく欄干から蜂の出入りを眺めていた。ある朝のこと、自分は一匹の蜂が玄関の屋根で死んでいるのを見つけた。足を腹の下にぴったりとつけ、触覚はだらしなく顔へ垂れ下がっていた。他の蜂は一向に冷淡だった。巣の出入りに忙しく、その脇を這い回るが、全く行動する様子はなかった。忙しく立ち働いている蜂は、いかにも生きているものという感じを与えた。その脇に一匹、朝も昼も夕も、見るたびに一つところに全く動かずに仰向きに転がっているのを見ると、それがまたいかにも死んだものという感じを与えるのだ。それは三日ほどそのままになっていた。それは見ていていかにも静かな感じを与えた。寂しかった。他の蜂が皆巣へ入ってしまった日暮れ、冷たい河原の上に一つ残った死骸を見ることは寂しかった。しかしそれはいかにも静かだった。夜の間にひどい雨が降った。朝は晴れ、木の葉も地面も屋根もきれいに現れていた。蜂の死骸はもうそこになかった。今も巣の蜂どもは元気に働いているが、死んだ蜂は雨どいを伝って地面へを流し出されたことであろう。足は縮めたまま、触覚は顔へこびりついたまま、多分泥にまみれてどこかでじっとしていることだろう。外界にそれを動かす次の変化が起こるまでは、死骸はじっとそこにしているだろう。それともアリに惹かれてゆくか。それにしろ、それはいかにも静かであった。忙しく忙しく働いていたばかり、働いてばかりいた蜂が全く動くことがなくなったのだから静かである。自分はその静かさに親しみを感じた。自分は藩の犯罪という短編小説をその少し前に書いた。藩という品人が過去の出来事だった結婚前の妻と自分の友達だった男との関係に対する嫉妬から、そして自身の生理的圧迫もそれを助長し、その妻を殺すことを書いた。それは藩の気持ちを主にして書いたが、しかし今は藩の妻の気持ちを主にし、しまいに殺されて墓の下にいるその静かさを自分は書きたいと思った。殺されたる藩の妻を書こうと思った。それはとうとう書かなかったが、自分にはそんな要求が起こっていた。その前からかかっている長編の主人公の考えとは、それは大変違ってしまった気持ちだったので弱った。蜂の死骸が流され、自分の眼界から消えて間もない時だった。ある午前、自分は丸山川、それからそれの流れ出る日本海などの見える東山公園へ行くつもりで宿を出た。一の湯の前から小川は往来の真ん中を緩やかに流れ、丸山川へ入る。あるところまで来ると橋だの岸だのに人が立って、何か川の中のものを見ながら騒いでいた。それは
大きなネズミを川へ投げ込んだのを見ているのだ。ネズミは一生懸命に泳いで逃げようとする。ネズミには首のところに七寸ばかりの魚串が差し通してあった。頭の上に三寸ほど、喉の下に三寸ほどそれが出ている。ネズミは石垣へ這い上がろうとする。子供が二三人、四十くらいの車夫が一人、それへ石を投げる。なかなか当たらない。カチッカチッと石垣に当たって跳ね返った。見物人は大声で笑った。ネズミは石垣の間にようやく前足をかけた。しかし入ろうとすると魚串がすぐに使えた。そしてまた水へ落ちる。ネズミはどうかして助かろうとしている。顔の表情は人間にわからなかったが、動作の表情にそれが一生懸命であることがよくわかった。ネズミはどこかへ逃げ込むことができれば助かると思っているように、長い串を刺されたまま、また川の真ん中の方へ泳ぎ出た。子供や車夫はますます面白がって石を投げた。脇の洗い場の前で餌を漁っていた二三羽のアヒルが石が飛んでくるのでびっくりし、首を伸ばしてキョロキョロとした。スポッスポッと石が水へ投げ込まれた。アヒルは頓狂な顔をして首を伸ばしたまま泣きながら忙しく足を動かして上流の方へ泳いでいった。自分はネズミの最後を見る気がしなかった。ネズミが殺されまいと死ぬに決まった運命を担いながら全力を尽くして逃げ回っている様子が妙に頭についた。自分は寂しい嫌な気持ちになった。あれが本当なのだと思った。自分が願っている静かさの前に、ああいう苦しみのあることは恐ろしいことだ。死後の静寂に親しみを持つにしろ、死に到達するまでのああいう動揺は恐ろしいと思った。自殺を知らない動物は、いよいよ死に切るまではあの努力を続けなければならない。今自分にあのネズミのようなことが起こったら自分はどうするだろう。自分はやはりネズミと同じような努力をしはしまいか。自分は自分の怪我の場合それに近い自分になったことを思わないではいられなかった。自分はできるだけのことをしようとした。自分は自身で病院を決めた。それへ行く方法を指定した。もし医者が留守で行ってすぐに手術の用意ができないと困ると思って電話を先にかけてもらうことなどを頼んだ。半分意識を失った状態で一番大切なことだけによく頭の働いたことは自分でも後から不思議に思ったくらいである。しかもこの傷が致命的なものかどうかは自分の問題だった。しかし致命的なものかどうかを問題としながらほとんど死の恐怖に襲われなかったのも自分では不思議であった。フェータルなものかどうか、医者は何と言っていた。こうそばにいた友に聞いた。フェータルな傷じゃないそうだ、こう言われた。こう言われると自分はしかし急に元気づいた。興奮から自分は非常に快活になった。フェータルなものだともし聞いたら自分はどうだったろう。その自分はちょっと想像できない。自分は弱ったろう。しかし普段考えているほど死の恐怖に自分は襲われなかったろうという気がする。
そしてそう言われてもなお自分は助かろうと思い、何かしら努力をしたろうという気がする。それはネズミの場合とそう変わらないものだったに相違ない。でまたそれが今来たらどうかと思ってみて、なおかつあまり変わらない自分であろうと思うと、あるがままで気分で願うところが、そう実際にすぐは影響はしないものに相違ない。しかも両方が本当で、影響した場合はそれでよく、しない場合でもそれでいいのだと思った。それは仕方のないことだ。そんなことがあって、またしばらくしてある夕方、町から小川に沿うて一人だんだん上へ歩いていった。山陰線のトンネルの前で線路を越すと、道幅が狭くなって道も急になる。流れも同様に急になって人家も全く見えなくなった。もう帰ろうと思いながら、あの見えるところまでというふうに角を一つ一つ先へ先へと歩いていった。物がすべて青白く、空気の肌触りも冷え冷えとして、物静かさがかえってなんとなく自分をそわそわとさせた。大きな桑の木が道端にある。向こうの道へ差し出した桑の枝で、ある一つの葉だけがひら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 同じリズムで動いている。風もなく流れのほかはすべて静寂の中に、その葉だけがいつまでもひら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 と忙しく動くのが見えた。自分は不思議に思った。多少怖い気もした。しかし好奇心もあった。自分は下へ行ってそれをしばらく見上げていた。すると風が吹いてきた。そうしたらその動く葉は動かなくなった。原因は知れた。何かでこういう場合を自分はもっと知っていたと思った。だんだんと薄暗くなってきた。いつまで行っても先の角はあった。もうここらで引き返そうと思った。自分は何気なくそばの流れを見た。向こう側の斜めに水から出ている半畳敷ほどの石に黒い小さいものがいた。イモリだ。まだ濡れていて、それはいい色をしていた。頭を下に傾斜から流れへ望んでじっとしていた。体から滴れた水が黒く乾いた石へ一寸ほど流れている。自分はそれを何気なくしゃがんで見ていた。自分は千ほどイモリは嫌いでなくなった。トカゲは多少好きだ。ヤモリは虫の中でも最も嫌いだ。イモリは好きでも嫌いでもない。十年ほど前によく芦ノ湖でイモリが宿屋の流し水の出るところに集まっているのを見て、自分がイモリだったらたまらないという気をよく起こした。イモリにもし生まれ変わったら自分はどうするだろう。そんなことを考えた。その頃イモリを見るとそれが思い浮かぶので、イモリを見ることを嫌った。しかしもうそんなことを考えなくなっていた。自分はイモリを驚かして水へ入れようと思った。不器用に体を振りながら歩く形が思われた。自分はしゃがんだまま脇の困りほどの石を取り上げ、それを投げてやった。自分は別にイモリを狙わなかった。狙ってもとても当たらないほど、狙って投げることの下手な自分は、それが当たることなどは全く考えなかった。石はコツッと言ってから流れに落ちた。石の音と同時に
イモリは四寸ほど横へ飛んだように見えた。イモリは尻尾を反らし、高く上げた。自分はどうしたのかしらと思って見ていた。最初、石が当たったとは思わなかった。イモリの反らした尾が自然に静かに降りてきた。すると、肘を張ったようにして傾斜に耐えて前へついていた両の前足の指が内へまくれ込むと、イモリは力なく前へのめってしまった。尾は全く石についた。もう動かない。イモリは死んでしまった。自分は飛んだことをしたと思った。虫を殺すことをよくする自分であるが、その気が全くないのに殺してしまったのは、自分に妙な嫌な気を刺した。もとより自分のしたことではあったが、いかにも偶然だった。イモリにとっては全く不意な死であった。自分はしばらくそこに佇んでいた。イモリと自分だけになったような心持ちがして、イモリの身に自分がなってその心持ちを感じた。かわいそうにと思うと同時に、生き物の寂しさを一緒に感じた。自分は偶然に死ななかった。イモリは偶然に死んだ。自分は寂しい気持ちになって、ようやく足元の見える道を温泉宿の方に帰ってきた。遠く町外れの火が見え出した。死んだ蜂はどうなったか。その後の雨でもう土の下に入ってしまったろう。あのネズミはどうしたろう。海へ流されて今頃はその水ぶくれのした体をゴミと一緒に海岸へでも打ち上げられていることだろう。そして死ななかった自分は今こうして歩いている。そう思った。自分はそれに対し感謝しなければ済まぬような気もした。しかし実際喜びの感じは湧き上がっては来なかった。生きていることと死んでしまっていることと、それは両極ではなかった。それほどに差はないような気がした。もうかなり暗かった。視覚は遠い日を感ずるだけだった。足の踏む感覚も視覚を離れていかにも不確かだった。ただ頭だけが勝手に働く。それが一層そういう気分に自分を誘っていった。3週間いて自分はここを去った。それからもう3年以上になる。自分は脊椎カリエスになるだけは助かった。